早稲田メンタルクリニックの院長の増田祐介です。メンタルクリニックTVへようこそ。では、次の質問ですね。私は休職前に上司でした。上司といっても中間管理職のようなものです。復職して部下になりました。そこで感じたことが、私は部下に気を使いすぎていたんだろうかということです。シフトを急に変えた時はありがとうやごめんねの一言を言う。引き継ぎはノートに分かりやすいように書く。シフトは1日勤務、1日休み、1日勤務とたった1日の勤務でが休みで挟まれるようなシフトは作らない、みんなが嫌がるのでなど。そういう気配りも上司には必要と思っていたんですが、そういうことが引き金か分かりませんが、双極性障害を再発し休職した私が間違っていたんだなと。どこまでが上司の役割でどこからが部下の役割なんでしょうか。最近そんなことをずっと考えていますという質問ですね。はい。ですね、まあ仕事関係の悩みの、まあ、方が、まあ、ほとんどなんですけれど、うちのクリニックの患者さんは、まあどこまでが、ね、上司の役割、どこまでが部下の役割かっていうのはもう今回のコロナを機にかなり変わったと思いますね。はい。変わると思います。変わったし、これからも変わると思います。で、日本企業が終身雇用制をがもう維持できないので、転職が前提の、まあ会社づくりに変わります。これは業種に、IT 系はもう特に顕著ですけれども、もうその流れどの業界も全て、影響を受けると思いますね。これは確実に受けると思います。それで、よく言われるのはメンバーシップ型の、まあ雇用からジョブ型の雇用に変わるっていう話ですね。つまり終身雇用制のものからまあなんていうのかな、プロジェクトごとの仕事に変わる、っていうことです。まあ簡単に言うと、まあ4、5年、3年、まあ2、3年わかんないですけどの転職が前提としたキャリアに変わるってことですね。終身雇用制のものから。だから、昔であればですね、終身雇用制の、まあ、組織であれば、まあ、上司っていうのがですね、親や、まあ、兄や姉っていうのと、まあ、ほぼ似たようなものだったわけですよ。そこには投影みたいなものも、もちろんあるんですけれど、だからすごくこう、気配りっていうかね、親切である必要があったというかね、なんかまあ、終身雇用制だとそういう要素が強まると思うんですけど、そういう力道がね。だけどジョブ型に変わっていくので、契約関係に近づくと思うんですね。上司の役割はここまで、部下の役割はここまでっていうのが、しっかりしてくると思いますね。だからまあ、不親切であれとか割り切れっていうわけではなく、まあ過度なべったりっていうのは減っていくんじゃないかなと。だから親のように振る舞うとか、兄や姉のようにね、なんか人生の先輩みたいに振る舞うとか、そういう必要はなくなると思いますね。もちろん親切でやるとか相手に敬意を払ってやるということは当然必要なことですけれども、そうではなくて、まあ今までの形とはちょっと違うのかなと思いますね。だから、まあ、気を使いすぎる必要もないんじゃないのかなと思います。上司は上司としての責任をしっかり果たして、その中でプラス、まあ、親切、相手に敬意を払いながら、こちらができる、まあね、親切はしてあげる。だからシフトだってね、意地悪になんか組みにくいことをする必要ないわけで、まあちょっと親切を使ってね、なんかやるっていうことなんですけど、うん、まあまあ。でも結局私はやりすぎていたのか、気を配りすぎていたのかっていうことの気づきなんですけれども、やっぱり奉仕や世話をしすぎちゃう人、だから見返りを、そして見返りがちょっとですね、間違った見返りをしてしまう。だからたかが仕事なのに、家族から受けるような愛情を求めてしまうっていうことはですね、そういう錯覚というか、そういう幻想というか、そういう間違いというか、そういうのはやってしまいがちですよね。うん、所詮仕事なんですよ。所詮仕事、所詮、まあ、まあ家族とも所詮他人みたいな言い方もしますけど、お金のためだけじゃないかもしれないけれども、まあお金プラスアルファやりがいってことなので、でもそれ以上の例えばね、友情関係を求めるとか、そういうのはまあ昔のね、ジョブメンバーシップ型の仕事場だとまああったし、求めやすかったんだと思いますけど、ジョブ型に変わっていくので、それは減っていくんじゃないかなという気はしますね。
あの仕事終わり のね、あの一杯というかね、っていうのももう減ると思いますし、もっとなくなっていくと思いますよ。あのそれって仕事終わりに飲むっていうのは、なんか夕飯を共にするようなね、第二の家族みたいな要素だったと思うんですけど、それもまあ、減っていくんじゃないかなって思いますね。うん、まあそういう流れにあると思います。はい、新しい世代とか若い世代は特にそうだと思いますね。新しい業界はで それにあの既存の業界も引っ張られて変わっていくんじゃないかなと僕は思います。だから過度な奉仕や世話、過度な見返りを求めてるんじゃないかっていう気づきっていうのはとてもいい気づきだと思いますね。はい、以上で動画終わります。もしこの動画を見て面白いと思ってくれた方はグッドボタン及びチャンネル登録をお願いします。ではまた。